はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、クレジットカード20%還元キャンペーンまとめ、お得なお申し込み方法など含めて解説ということで、今回は、現在開催中のクレジットカードの20%還元キャンペーンを僕なりに簡単にまとめさせていただきまして、まあ以前あの動画でも解説した内容と、まだちょっと解説してなかった内容もあるので、それも含めて最後まで楽しんでいっていただければと思います。それでは行ってみましょう じゃんということで、新規ご入会限定、先着20万名様最大20%還元キャンペーンということで、こちら、イオンカードのキャンペーンということですね。いや、まあ、去年も本当同じようなキャンペーンもありましたね。このキャンペーンの期間なんですけども、入会利用対象期間というものが、2020年の3月1日から2020年の5月10日までとなっています。なので、まあ、この期間中に申し込んで、なおかつ利用する期間が5月の10日までの間ということになります。次にその 応募期間というのがあるんで、すすけどどもこれは後ほどお伝えしますで対象のカードなんですけども、ご覧の通りのカードとなっております。まあ一部だけ読み上げると、イオンカードセレクトとか、イオンカードスイカ、イオンカードスゴカなどの、まあ結構なイオンカードが対応しておりますね。そして今回のキャンペーンの特典なんですけども、先ほどもお伝えしたように、まず2020年の3月の1日から2020年5月の10日の間に新規でカード発行、そしてカードショッピングを行ったら、最大で20%分が 戻ってきますちなみにその上限というのは5000円までとなっているのでまあ実際に下にもちょっと出してるんですけども25000円分のお買い物をしたら上限に到達するということになります そして、この特典をもらうためにはですね、ちょっとした条件というものがあります。それが今出ているこちらの3つですね。まあ、せっかくなんで1つずつ加えていくと、まず1つ目なんですけども、期間中に新規で入会利用ということですが、これはもうその名の通り、この期間中に入会が完了しているということ、そしてこのイオンカードを利用してお買い物をするということですね。 次二つ目はイオンスクエアメンバー ID でログイン応募ということなんですけどもこちらはイオンのネットサービスを利用する際に必要なログイン ID となりますこれを使ってキャンペーンの応募が必須となりますねでこのイオンスクエアメンバー ID にはカードが届いてからでも取得可能ということとあとはこの ID が登録されてない場合はこのキャンペーンに応募ができてない状態になるということでしたので必ず行う必要がありますねそして三つ目は 対象の引き落とし口座がイオン銀行であるということですがもう書いてあるその通りのままですね引き落としの際は必ずイオン銀行にしてくださいということですね なので、この3つの条件をクリアしたら、キャッシュバックされるということになります。まあ、ちょっと、ちょっとですね、まあ、手間はかかるんですけども、これさえクリアすればキャッシュバックが可能となるので、まぁ、あ、ぜひですね、作ってみたいという方は、ぜひ検討してみるのもいいんじゃないかなと思います。以上がイオンカードのキャンペーンについてでした。それでは次、2つ目ですね。じゃんということで、こちら、以前動画でも紹介しました、m u f g 系カードの20%還元キャンペーンですね。なので、まあ、例えばそのビアソカードとか、そして MUFG カードとかですね、まあ、こちらのキャンペーンなんですけども20%還元キャンペーンと含めて既存会員に向けたキャンペーンもありましたので、まあ、ちょっとそこがですね以前お伝えしきれてなかったのでそれも含めてお伝えします。 まずこちらの20%還元キャンペーンなんですけどもご覧のようになっておりますもともとこの MUFG カードの通常入会特典で使った金額の10%分最大5000円分がキャッシュバックされていたんですが今回のキャンペーンでさらに10%分最大5000円分が上乗せされてこれで使った金額の20%分最大1万円分がキャッシュバックされるというようなキャンペーンとなっております、まあ、なのでこのカードを使って期間中5万円 分のお買い物をしたらキャッシュバックがされるということになりますね。 けどですね、このキャンペーンはキャッシュバックされるまでが、ちょっと日数がかかります。こちらにも今出てるんですけども、キャッシュバックされるのが6ヶ月後の下旬ということになっております。なので、この日程で見たら、2月の10日に入会して、そこで利用したら8月の下旬にキャッシュバックがされるということになりますね。なので、例えば今月が3月なので、3月に入会したら9月の下旬にキャッシュバックがされるということなので、まあ、ちょっとキャッシュバックは先の方に ななるなって結構もう忘れた頃に入ってくるなという感じですかねちなみに対象カードはざっとこんな感じですまあパパッと読むとビアソカード MUFG カードスマートイニシャルカード MUFG カードゴールド MUFG カードゴールドプレイステージ MUFG カードプラチナアメリカンエキスプレスカードでここには載せてないんですけどもビアソカードの可愛いデザインなどもあります この中で年会費が無料なのは最初にお伝えしたビアソカードのみとなっております、まあ、他のカードに関しては初年度は無料なんですけども後々年会費がかかるカードもあるのでそこはお気を付けくださいちなみに先ほどの MUFG カードに関連しましてこのキャンペーンは以前動画でもお伝えできてなかったんですがこちらも現在開催中でございます抽選で1回分のお買い物が0円にその名もゼロフェスというようなキャンペーンですね こちらは既存会員の方でも参加可能なキャンペーンとなっております。まあ、期間はすでに始まっていまして、2020年の6月の30日まで開催されてます。で、このキャンペーンなんですけども、簡単にまとめるとこんな感じです。もうパパッと読んでいくと、エントリーが専用ページで必須となっておりまして、お買い物が全額タダになる可能性が出てきます。で、これは最大10万円まで還元がされるということと、あとは期間中5回まで参加が可能という、ちょっとざっくりして申し訳ないんですけども、こんな感じです。一応ですね、リボ払い すすすするるるとととと確率がが2倍ににになななないいいいいいううのもももあるんですがそこはもう無理参参加加しなくてもいいなと普通に参加すればいいかなと思いますちなみにこのゼロフェイスに参加するための関するこの対象のカードなんですけどもご覧の通りですね MFG カードそして DC カードニコスカードということでもし今回のキャンペーンで作成された方やもしくは該当するカードを既に持っている方がいらっしゃいましたらまあキャンペーンページエントリーして参加してみるのもいいんじゃないかなと思います 以上が MFG カード関連のキャンペーンについてでした。それでは最後はこちらですね。じゃんということで、三井住友カードのキャンペーンということで、まあ、多分ですね、20%還元が開催されている中では、今現在ではこれが一番お得かなと僕は思っております。こちらのキャンペーンですが、期間は現在開催中で4月の30日までとなっておりまして、特典も大きく2つあります。 まずはこちらの20%還元のキャンペーンですけども、還元上限が1万2000円までとなっております。なので、6万円分を利用することで満額の1万2000円が還元されるということですね。 で、この12000万部をもらうためには条件がありまして、それがこの3つなんですけども、これもパパッと読んでいくと、期間中に対象カードに新規入会をすると、そして入会月の2ヶ月後待つまでに VPAS アプリというのがあるんですけども、それにログインをするということ、そして入会月の2ヶ月後待つまでにクレジットカード、もしくは ID 決済でお買い物をする。これらをクリアすることで、キャンペーンの20%分が還元されるということになります。まあ条件自体はそんなにきつくないですね。まあとりあえず入会して、 V パスアプリにログインしてあとととはお買い物といい物う感じななので結構簡単かなと思いますちなみに今回の対象カードご覧の通りとなっております。まあ、ちょっと数が多いので読み上げは省きますが以前と比べてもうご覧の通りデザインが見事に変わりましたね。もう本当に色違いというかなんかこうシンプルになりましたねほんと。本当 あとですね、発行される方で多いのは、今回この通常の三井住友カードかなと思うんですが、このキャンペーンの期間中、4月30日まで入会したらですね、まあご存知の方多いと思うんですけども、年会費がなんとこのカードに関しては永年無料になるので、まあ作成するならタイミング的にもちょうどいいのかなと思います。そして新規で発行された方は、こちらのただちゃんも結構お得ですね。抽選で50分の1の確率で無料になるということ。で、これも最大で10万円まで還元。で、タッチ決済 ID 決済も対象とというここででしたので、まあこの三井住友カードのキャンペーンは20%還元ありカードによっては永年無料そしてただちゃんもあるのでぶっちゃけ加入するならさっきもお伝えしたんですけども、まあ、タイミング的に本当いいかなと思います。 あとですね、既存会員に向けたこちらの以前あの動画でも紹介させていただきました、ビザのタッチ決済のキャンペーン、1000円までただキャンペーンも開催されているので、まあぜひですね、そちらもチェックしてみてください。以上が三井住友カードのキャンペーンについてでした。最後になんですけども、今お伝えしたカードをもし作成される場合は、やはりポイントサイトを経由して作成した方がお得ですので、まあぜひですね、それも忘れないようにしましょう。まあちなみに3月6日現在では、 年会費無料のイオンカードの場合は僕がよく利用している笑うの場合だと2110円分のポイントが入ったりとかあとですね MUFGK カードの関連の場合はまあ年会費無料のビアソカードなんですけどもこれですね以前ポイントサイトにはあったんですけども現在ですねちょっと探したんですがポイントサイトには特に今のところ掲載はされてませんでしたそして三井住友カードですがこれはどこのポイントサイトもほとんど同じでまあ以前動画で紹介したモッピーの場合だと 現在でも3000円分が還元されるのでまぜ、あ、ひですねクレジットカード作成される場合はポイントサイトを経由してみるのもいいんじゃないかなと思いますちなみに日によってですねこのポイントっていうのは変動するのでそこだけご注意ください今お伝えしたのは2020年3月の6日現在のついてですねまだポイントサイトの登録はまだの方は下の概要欄にリンク貼っておきますまあそんなこんなで今回はクレジットカード3つの20%還元について簡単ではありましたがお伝えさせていただきました いやあ、今月はスマホ決済もかなり盛り上がりはあるんですけども、やはりこう、クレジットカードのキャンペーンも以前に比べてボリュームは減ったところもあるんですけども、使い方によってはやはりお得だったりするので、ぜひですね、ご自身のライフスタイルにどれが合うのか照らし合わせて、これ作ってみようかなというふうに検討してみるのもいいんじゃないかなと思います。以上、今回お伝えしたキャンペーンの公式リンク、そしてまだポイントサイトの笑うですとか、もっぴの登録まだの方いらっしゃいましたら、そちらのリンクも貼っていますので、詳細気になる方はぜひチェック チェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました 昨日ですね、まあ、ツイッター上で結構話題になってたことがありまして、それが今出てるこちらなんですけども、7個クレジットチャージ一部サービス変更ということで、まあ、チャージできるカードがまあ制限されたということですね。まあ、それが今出てるこちらの4種類になりましたよということですね。まあ、一応ですね、公式ページにはすでにまあ7個のクレジットジ チャージサービスに登録済みの方は継続して利用とあったので、まあ、例えば結構利用されてた方が多いかなと思うんですけども、リクルートカードなどを持ってる方は大丈夫だと思うんですが、まあこの変更には結構僕的には驚きましたね。まあ、これって。 今思ったんですけど、その登録してるリクルートカードの更新日時とか来ると、これってどうなるんですかねまあちょっとそこに関しては気になるところではあります。まあ何かですね、思うことなどあれば下のコメント欄に書き込んでいってください。ということで、ありがとうございました。